福岡県立三池高等学校は、福岡県大牟田市、大麻草先にある県立高等学校。略称は、三池、三高。大牟田地方には、明治初期に、福岡県立立花中学校があったが、その廃校後は中学校が置かれることはなく、中学校への進学希望者は、やめ中学校か中学練習館への進学を、余儀なくされていた。このような事情のもと、 銀水村の村長、千田聖一の銀水村への中学校誘致への積極的な働きかけのもと実現した。山地中学校は1917年、上官庁の第五大牟田市立人常小学校の仮校舎で授業が開始され、その1年後、三池郡銀水村大あざの現在地に移転した。県立三池中学は、戦後の学生改革により、 1948年に三池高校となった。これらの校訓は校歌の歌詞の3番に使われている。福岡県第10学区。かつては第12学区に含まれていたが、2003年度より当時の第11学区と第12学区が統合されたため通学区域が拡大した。最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路。ただし、三校という略称は、 三池高校の生徒を表す参考生、参考検事といった形でのみ使われ、三池高校自体を表す略称としては三池が広く使われている。通学できる福岡県立高等学校を検索する。ありがとうございます。